もう30年以上も昔、私、女は、お見合いで結婚し、息子を授かりました。私の妹も息子が生まれて、すぐの頃に結婚し、数年後にメイが生まれました。どちらも一人っ子でしたが、兄弟のように仲が良く、よく、私たちの両親も誘って、家族ぐるみで旅行に行きました。妹は、本当に、息子のことを可愛がってくれましたし、私も、メイが可愛くてたまりませんでした。私の親族には高学歴が多く、私自身も4大卒ですし、夫も旧帝大卒です。ですので、息子にも同等に、むしろ、それ以上に優秀になってほしくて、幼稚園の頃から塾に行かせ、小学校も私立に入れました。妹も4大卒で、妹の夫は東大卒ですが、メイの教育には特に熱を入れてませんでした。幼稚園は家から一番近いところに行かせ、小学校は公立。習い事も楽器を習わせていたくらいです。それなのに、メイは息子が同時期の時に比べ、明らかに利発な子でした。1歳になったばかりでもおしゃべりが上手で、2歳の時には妹夫婦が教えてもいないのに、自分でひらがなを読んでいました。3歳でもう漢字を読み、簡単な足し算引き算までできるようでした。精神的にも、5つ上の息子より成熟していて、ダダをこねる息子をメイがなだめていたりしました。私は、メイの成長を嬉しく思いつつも、何かが心に引っかかるように感じていました。今思えば、これが最初の嫉妬だったのかもしれません。息子が中学に上がるとき、よりレベルの高い私学に進学させようと受験をさせました。これは、小学校入学から考えていたことで、そのために、3年生から受験勉強をさせていました。しかし、志望校はことごとく不合格。受験シーズンいっぱい粘って、なんとか合格した中学に通うことになりました。数年後、メイも6年生から受験勉強を始めました。もともと受験する気はなかったそうですが、環境の悪い地元公立に通わせることを妹夫婦は懸念したとのこと。息子の影響もあって、メイも受験に前向きで、1年で引っかかる学校ならどこでもいいというスタンスで塾に通い始めました。ところが、メイは入塾当初から特別クラス。さらに、1年でぐんぐんと成績を上げ、妹夫婦の選んだ第一志望の学校に余裕で合格しました。メイの中学は、息子の志望校よりハイレベルで、実際に行った学校と比べると、偏差値が20も違います。メイの合格の知らせを聞いたとき、私は、嫉妬心を初めて自覚しました。それでもメイを祝う気持ちもあったので、私の両親が開いたメイの祝賀会にも出席し、笑顔でプレゼントを渡しました。しかし、その時に、母が、メイに、メイちゃんなら、もっといい学校に行けたのにと言ったんです。それを聞いた時、涙が溢れそうになりました。母は、息子の受験の時に言ったのは、息子くんはよく頑張った。志望校じゃない、けれど、とてもいい学校のはずだ。でした。母は、メイには期待をしてるけど、息子には、全く期待なんかしていなかったんです。他の親戚も息子には優しく、メイには、比較的厳しく接しますが、飼い息子のことを見限っているのだと感じました。祝賀会の帰りの車の中でも、母の言葉が忘れられず、あんなに勉強を教えたのになんで受からなかったのよ。と、息子に八つ当たりで怒鳴ってしまいました。息子は、何か、言いたげな顔をしましたが、結局何も言わず、ずっとうつむいていました。息子は、高校卒業後、大学受験で2波し、マーチに合格しました。世間一般としては、悪い学歴ではないと思いつつも、国立に行ってほしいと思ってたので、非常にがっかりし、息子にも辛く当たってしまいました。どうせ、メイは、東大や一橋、悪くても早慶には行くんだろうな、と思い、メイの華やかな将来を羨んで落ち込んだりもしました。しかし、メイは、中学に入って、2年強で素行不良で退学してしまいました。
メイは本当は別の中学に行きたかったらしく、その上入学後に人間関係がトラブったりして1年の頭から辞めたいと訴えていたそうです。それでも妹夫婦も教師もメイを引き止めたので、問題行動を起こして辞めざるを得ない状況にしたとのことでした。それから他の私学に編入するも不登校になり、毎晩終電まで遊び歩いて高校受験もろくにせず、なんとか通信制高校に入学卒業するも、今度は数年間引きこもってました。法事や親戚の集まりには出てきましたが、引きこもってることを悪びれもせず、私引きこもりですと笑うメイを回答巻きに見ていました。私はメイを心配するおばを演じていましたが、本当はとても嬉しかったのです。その時息子は就活にも失敗し、無名の零細企業に勤めていました。私としては不満な結果でも、それでもメイよりはずっとマシだとみんなが息子をチヤホヤしてくれるのです。初めて息子がメイに勝ったようで嬉しくてたまりませんでした。その後メイは1年ほどバイトをしたり再び引きこもったりしていましたが、先日そんなメイが結婚すると知らされました。でき婚か、それとも年の離れた金持ちを引っ掛けたのかと思いながら話を聞いてみると、相手は同い年で恋愛結婚とのこと。その人は大卒ではなく有名企業に勤めいているわけでもありませんが、20代半ばにして息子の倍は稼ぎがあります。イケメンではなく顔のレベルはメイよりだいぶ落ちる感じです。妹はその点だけは随分と残念がっていました。しかしメイと同じく利発な雰囲気で、まさしくお似合いカップルといった感じです。この頃の若い人にしては珍しく結納を取り行い、ハイブランドの婚約指輪もいただいていました。メイが不良だったことも引きこもっていたことも、全部相手は知った上で婚約したとのことでした。相手はメイに専業主婦でも良いと言ったそうですが、メイは現在就職活動をしています。職歴も学歴もなく難航しているようですけど、働くのは嫌だけど将来彼と高級老人ホームに入るために頑張りたいんだと笑っていました。私はメイの結婚式を心から楽しみにしています。あの小さく可愛かったメイが綺麗なドレスを着た姿を見たいんです。それなのにどうしても息子とメイを比べて嫉妬してしまいます。息子はもう30を超えましたが、未だに女っ気ゼロ。仕事と家の往復で、休みの日は自分の部屋でゲームばかりしています。便が立つ分きつい物言いが目立つメイと比べて、息子はよく人から褒められるほど優しく穏やかな性格です。メイほど秀でたものはありませんが、真面目にコツコツと人生を歩んできました。それなのにどうして彼女の一人もできないのか、なぜ不真面目に生きてきたメイを愛して受け入れてくれる人がいて息子にはいないのか、どうしても納得ができず妬んでしまい、そんな自分に心底嫌気がさしています。息子は息子、メイはメイと割り切って考えられるようになりたい。メイ通か妹が憎いんじゃないの、子供通して妹に勝ちたいんじゃないの、夫の学歴負けてるもんね。妹とは喧嘩もよくしますが憎んだりなんてしてません。妹の夫は学歴はいいのですが、何かと問題行動が多く妹やメイを泣かせています。それに対して私の夫は学歴こそ劣るものの収入は良く、私の両親にも孝行してくれるので、逆に妹が羨むくらいです。人間力ですか、メイの方が自頭はいいでしょうけど、それでも社会人としては息子の方がずっと立派だと思っていました。息子もメイも実家暮らしという点では変わらないし、今は女性でも自立が求められるので、実家暮らしの女性もキモいと思われるのでは。それに私も息子に婚活を勧めたりはしていませんが、妹たちもメイの恋愛にはノータッチでした。メイと彼氏で結婚の意思が固まってから初めて交際相手がいると伝えられたらしいので、教育も妹夫婦よりも
ずっと熱心にしていたのに、これ以上何をすればよかったのかわかりません。そもそも、男と女は違う、でしょう。30過ぎのおっさん飼ってる時点で何言ってんの。スペックがある程度高いならまだしも、零細勤めで、生活力も、なさそうな男と結婚したいと思う人がどんだけいると思ってんの？めでたい脳みそしてんね。息子を飼っているとは心外です。息子は実家暮らしではありますが、ちゃんと働いている自立した大人だと思っています。確かに、息子の会社は、零細でお給料も高くないです。でも、最近の若い世代は共働きが当たり前ですし、2馬力なら十分にやっていけます。ゲームが趣味というのは私は嫌なのですが、お金もかからないし、若い人には多いでしょう。現に、メイと婚約者もゲームが共通の趣味だそうです。いや、女性は若くて美人なら実家暮らしでも需要あるよ。ところで、あなたの息子は若くてイケメンですか？あと世間一般で言えば稼げますか？メイは確かに美人な方ですね。息子も顔は割と整っていると思います。書き忘れましたが、息子の年収は350くらいです。立派な底辺じゃないですか。そりゃ、パパママから離れて暮らせないですね。平均は下回っていますが、底辺と言われるほどひどいものでしょうか。フリーターではなく正社員ですし、大卒なので昇給も期待できます。それに共働きなら、世帯年収600くらいの中流家庭に離れるのでは？お嫁さんを専業主婦にしてあげられないのは、我が息子ながら情けないですが。真面目にコツコツやってきた奴の年収じゃねえよ。それでも、本当に真面目に生きてきたんです。メイみたいに未成年なのに、警官から隠れながら夜遊びしたりしません。メイは、よく、学校で、他の子と喧嘩したそうですが、息子は、穏やかに仲良く過ごしていました。受験や就活で失敗しても、メイみたいに逃げ出したりしませんでした。それなのになぜと思ってしまいます。ああ、飼ってるって表現がお気に召さない。んじゃ規制されてるんですよ。立派なパラサイトシングルです。規制なんてもっと心外です。息子は自分のものは自分で買いますし、食費と光熱費はちゃんと入れてくれます。世帯年収600は中流じゃないでしょう。息子が底辺なのはわかっています。私だったら、年収500でも結婚したくないですし、もし、そんなお見合い話が私に来たら、両親は激怒したことでしょう。でも、メイの方が低スペックです。メイの運が良かったと言うだけならわかりますが、運をつかみ取る力があったと言うのは納得できません。メイは綺麗な方ですけど、メイの彼氏が、外見目当ての男でないと感じます。メイのことを何より愛してそうだし、メイも彼を大好きなのでしょう。メイが幸せなのは嬉しいですけど、やっぱり不公平です。メイの外見以外の何に惹かれたと言うのですか。自頭は良くても結果は出してません。息子が努力したけれど、結果が出なかったことと何が違うんですか。性格は確実に息子の方がいいんです。メイも根は良い子ですが、路惑的できついことを言います。皆さんは、私の話を聞いて、息子より、メイの方が結婚相手として優れていると思うんですか？